他にも何かありますか？こんなこと困ったなとか、これから移住考える人は、こういうとこ準備しておいた方がいいとか、気をつけた方がいいよみたいなところってありますか？なんか戸田さんいっぱいありそうだな。その移住するにあたって、先ほど、竹川さんがお話ししていただいた通り、その、い、えっと、田舎に行ったら田んぼついてくるってイメージあると思うんですけど、本当そうではないと。うちもその、うち父親が農家を、兼業農家になるので、このお店になった土地を買った時、結構自然と山ついてきたりとかしたんですけど、その都会の人がパッと家を買った時に、本当家しか買えないっていうパターンがよく聞くんです。周りの田んぼとか畑ってやれると思ってたのにとかっていう話を進めてからじゃないと分からなかったりとか、結構なんかもっと最初の時点、そもそもの条件ってところで引っかかるので、その辺は気をつけた方がいいかなと思います。それこそそれは不動産屋さんがよく知ってらっしゃるので、詳しく聞いていただけたらと思うんです。本当に自分たちの見合ったやりたいことをやれる街っては思うのは思うんですけど、それについてくる条件が本当に満たしているのかっていうのは、詳しく市役所の方であったりとか、不動産屋さんとお話しいただけたらと思います。もう何が困りました？僕、土地の地点を1年かかりました。駐車場にするにあた、はい、駐車場にするにあたって1年かかったので、その間どこ止めんねんと思いながら営業してました。市役所の方とかがいらっしゃるんだから、なかなか言いづらいかもしれないですけど、市役所大きくなれば大きくなるほど、たらい回しにされます。三木氏はね、その合併して大きくなったっていうのが。そうですね。僕、横川町民からすると、横川町市役所、横川町の役所あるんです、支所が。そこに行ったら結構いろんな人は知っておってんです。どんなちっちゃなことでも。誰に聞いても。逆に三木市役所に行くと、もうその専門の課があるので、逆にわからないと。つながれて、結局わからんと終わるっていうのがあるので、あと、上水道とか下水道とか、今度は北播磨県民局とかになるので、北播磨県民局は三木市でなく加東市にあるので、北播磨の中でその役割がその市によって違うので、そういったところもやっぱりちゃんと把握しておかないと、無駄足を踏んだりとか、するので、気をつけていただけたらと思います。はい、どうぞ。はい、竹川さん、どうぞ。そうですね。役所、そうですね。まあちょっと話があったんで、まあその続きからいくと、まずその役所関係。で、何かしようとすると、許可を得たりしなきゃいけないんですけども、その許可を得るのが大体北播磨だと兵庫県が多かったりします。で、小野市とか市の単位でできるのが、多分この辺だったら神戸市ぐらいなんじゃないかなと思ってまして、で、ここ兵庫県の方いらっしゃるんで、すごい言いにくいんですけど、ここの方はすごい親切ですよ。めっちゃ親切なんですけども、なんかの許可出すところ、許可、僕ね、蜂蜜石鹸を作ろうと思って、そのね、石鹸か、いや、薬品かなんかの、その許可を取らなきゃいけなくて行ったんですけど、もうね、もう絶対ダメって言われ、すげえ言われるんですよ。もうね、多分ね、石鹸に親殺されてるんじゃないかなと思うぐらい、もうすっげえ拒否されたんですよ。で、同じ話を大阪に行ったんです。そしたら大阪、OK なんですよ。もうね、役所の人によって、一瞬でこう、物事が変わるんですね。で、法律って平等じゃないんです。その担当の人の解釈とか、その、法律読んだ雰囲気、例えば対面したその市民の態度とかにもよって、物事の許可下りる下りないがすごく変わります。で、そういうのもあるんで、相性の言い悪いがちょっとあるんじゃないかなと思ってます。で、まずそれが役所関係で一つ。で、もう一つ、お仕事、たまたまここにいる人たちは自分の自営業かなんかしている人が多いんですけども、街中で、何かしらこう特別なスキルを持っている人が、田舎に来ると、やっぱりそのスキルの使い方を結構悩まれるところはあるんじゃないかなと思ってます。どこかしらの企業に就職する場合、ちゃんとそれが使えるかどうか、ちょっとまあ不透明なところもありますし、最大限使おうと思ったら、やっぱりちょっと自分で自営業か起業家だかしなきゃいけなかったりもすると思うし、その辺はちょっと街中やったら結構、ね、何かしらこう経験があって引く手あまたなところはあると思うんですけども、ちょっとそこだけは、田舎の方だとちょっと勝手はちょっと違うかなと思ってます。以上です。はい、ありがとうございます。なんか面白くなってきましたね。はい、質問をいただいてます。戸田さん、いかがですか？間をつないでくれる人。
まずその地区に本当に入るって意思があって、そこの物件を買うっていうのは大前提になると思うんですけど、その買いたいって思った時にそこを見に行くであったりとかに、例えば、前回、個人的に笹山とか、三木市の方で考えてらっしゃるとか、北播磨に連絡をしていただいて、その時に担当して村田さんが僕に声かけてくださって、一緒に見に行ったりとか、そうやってそのいろんな、その間直接誰かっていうのはなかなか言いづらいところがあるんですけど、例えばこうやって今回この皆さんとは僕知り合いになれてるので、三木市横川町に移住したいってなった時に、まあ、例えば三木の市役所に連絡していただいて、戸田正樹、横川町で飲食店やってる戸田正樹って大概の人は嫌な顔するかめっちゃいい顔してくれるので、伝えてくれると思います。いろいろいろんなことを言ってるんで、いいことばっかじゃないので、それはもうしょうがないと思ってます。顔色を伺いながら一緒いろんなことやってるんですけど、その間に僕はなろうと思って、そのために街づくり協議会に回ってますし、例えば海外で活躍されてる方に向けて、僕、三木市国際交流協会理事やってるので、外国の人とのつながりとかもつなげますし、市役所の方がその適材適所、適所で探してくださると思うんです。その中で横川町っていう部分では僕は頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。竹川さん、いかがですか？なんか間をつないでくれる必要なさそうな話でしたけど。もう、小野市の市役所が優秀すぎて、もう何もしなくても、もうレールに乗ってるだけでですね、大体ことが過ぎてるので大丈夫です。小野市の市役所に行って、笑顔でこんにちは、で大体ことは済みます。素晴らしい役所ですね。はい。違ったらいいです。で、北播磨地域に関しては、この北播磨県民局に問い合わせるっていうのはすごくいいかなというふうに思いますね。やっぱりこういうイベントを、考えてくれるぐらいなんで、いろいろとね、こう、親切に案内してくれるんじゃないかなというふうに思いますね。それ以外の地域に関しては、本当にこう、場所によるっていう感じがありますよね。それぞれなんで、なんか共通してこうだみたいに言えることはなかなかないかなと思うんですけど、ただ地域の、ヒアリングというか、その気になる地域をちょっと歩いてみて、そこに住んでる人たちの声を聞くとか、なんかなんでしょうね、いろんな地域の事情を知ってるお店みたいなのもあったりすると思うんで、なんかお店に入って、このあたり、なんかいいなと思ってるんですけど、どんなところですかとかいろいろ聞いてみるっていうのはいいのかなというふうに思ったりしますね。はい。で、これちょっと最後のね、テーマになりますが、さっきね、質問を一ついただいてますよね。定住したいと考えたときに、古民家だけではなく、集合住宅もあるのでしょうか。ちなみに加藤市はありますね。どうでしょうかね。それぞれありそうですね。集合住、ありますよね。あります。で、賃貸住宅なんかもありますんで、そういったところから入るっていうのはすごくいいかなというふうに思いますね。家を借りるにあたり、仕事先を先に見つけることが必要なのかなと。それは、不動産屋だったり、不動産オーナーだったりに、よるのかもしれませんね。買うのか借りるのかにもよると思いますね。やっぱり買うんだったらね、別に問われないとは思うんですけど、借りる場合はやっぱり、家賃をしっかり支払っていけるのかとかっていうのは見られるかなとは思いますが、まあ、ただですね、おそらくなんですけど、田舎の方が、空室になりやすいかとも思うんで、街中と比べると、入りやすいかもしれませんね。あくまでその物件によるんで何とも言えないんですけども、街中だとその人が入らなくても次の人がね、入る可能性が高いということがあると思うんですけど、まあ割と住み始めやすいのかなという印象がありますね。ただまあ住んでみると地域の人とどうなのかみたいなとかさっきのね、お話にもかかってくるのかなというふうには思っています。で、ちょっとあと1分ぐらいなんで、一言ずつで、答えるようなことにしましょうかね。あ、じゃあこれどうですか？どんな移住者が増えたら嬉しいかみたいな、地域にこんな人来てほしいみたいなことってどうですか？中田さん、いかがですか？はい、僕は地域の方と、ごめんなさい、地域のことを一緒に考えてくれる人が増えてほしいです。やっぱりどこの地区も人数減ってきたりとか、少子高齢化であったりとか、いろんな問題を抱えているので、どちらかというと、田舎の本当に昔から住んどっての方って、自分たちの生活はこれがあるからもうええねんっていう。自分たちはもう、いい生活を送っているから、これ以上街のことなんかどうでもいいねんっていう方って結構いらっしゃるんです。で、頑固な人も多いんです、そういうことに関して。
なんで、僕はどちらかというと、横川町がいい町っていうのをどんどん紹介していきたいので、横川町っていうのを、の将来を一緒に考えてくれる方、自分たちの生活ももちろん必要ですけど、その生活を成り立たせるために一緒に考えてくださる方が、増えてもらえばとても嬉しいです。はい、はい、ありがとうございます。阿部さん、いかがですか？結構、先ほどとお話しと結構近いところがあって、新しいことを考える人と、保守的な人と、結構確かに街の中では分かれてるかなと思います。だそういう意味では、移住して何かしらこう新しいことを考えるっていう人もいれば、逆に言うと、移住して、もうなんか端っこの方で、なんかもう保守的でいいやっていうところとかもあるやと思うんですよ。だからそういう意味では、いろんなこう選び、生き方が選べる街かなとは思ってます。なので、どんな人でも来てもらってもいいと思います。で、その代わりそこで自分に合ったライフスタイルが見つかると僕はいいなと思ってます。はい、ありがとうございます。僕はね、明るい人がいいなって思います。それはやっぱり地域との、お付き合いもそうですし、むしろなんかこう、スキルとかは、身につけようと思ったらつくかなというふうに思うんで、なんか明るい人が住むと地域は明るくなるなみたいなことをいつも思ってるんで、明るく陽気な感じですね、前向きな。そういった人が増えると、僕自身もすごく楽しいなというふうに思ったりしています。移住よろず相談ということで、3つの市にこう分かれるんですね。ブレイクアウトルームを使ってですね、小さな、これなんか素敵な景色が出てますが、3つのグループに分かれてですね、それぞれ、加東市、三木市、小野市のですね、職員さんも含めてですね、どんな町だよという話ができるような形で、質問をどんどんですね、積極的に投げかけていただけるような、そういう時間を持ちたいなというふうに。はい、では時間お時間ですね、20時19分になりましたので、早速ですね、移住よろず相談ということで、これは自動的にね振り分けられますんで、ブレイクアウトルームの方に分かれてですねお話の方していただけたらと思います。気軽にですね、質問なんかをしていただけたり、本当にざっくばらに交流なんかの時間にもしていただけたらいいかなというふうに思います。では皆さん、分かれます。いってらっしゃい。はい、皆さん、ちょっと時間でね、話が途中だったという方もいらっしゃるかもしれませんが、次の部屋にね、移りたいと思います。10分ずつでね、3セットっていう感じなんで、いろんな方とお話ができるように、聞きたいことはね、もう真っ先に質問してくださいね。はい。はい、お時間なので、なかなかね、ちょっと前半トラブルもありつつ、ちょっとそこは大変失礼いたしました。なんか後半に向けてですね、なんかすごく盛り上がってきたような感じがすごくあって、なんか僕自身もすごく楽しくなってきたなというふうに、思ったりしてます。こういうね、楽しい人たちがいる北播磨なんで、ぜひですね、北播磨県民局にこうご連絡いただいてですね、どこをまず見に行ったらいいですかとご相談いただけるといいんじゃないかなというふうに思います。